ょっとね、プレッシャーさっきやったときかけてみます。で、お互いのこう入れる空間をね、探ります。ここでぐっとこちら入れるかなと、彼が押してきた、力強いなと思ったら、これ負けてもいいんです。負けてもいいっていうのは、押されてもいいんです。ただし、こう潰されちゃうともう掴まれたり打たれたりっていう局面なので、彼がぐっと押してきたら、ここの距離保ったまま行って、バランスをこうまた作れる。で、こう相手の弱いところを探っていくわけです。で、探るための方向指示器がこっちの手なんですけども、で、これが例えばついてきた瞬間、蹴ってきた瞬間、例えばこうついてくるんですね。だからついてきた瞬間に、これがぐっと働けば、あの、いいわけですね。これを例えばちょっとついてください。こうやるとですね、受けられるかもしれないし、受けられないかもしれない。こうやって、あっ、ドってこうやったらね、バッとアウトなわけですよね。ここでこう反応するわけです。ここで、ふって触れたところでこう反応するわけですね。必ず倒そうと思ったら、どっかこう来ますから、それでふっとこう引っかかるっていう、ね、感じでですね。先ほど